二人パパ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。前回から始まったストックホルムの春旅第2弾、ホテルの朝食に始まりまったり過ごすレゴタイム、半年ぶりのヘアカット、その出来栄えは、そして移動も楽しくなる美術館のような地下鉄の駅もご紹介、久しぶりのクイズもありますよ。そして7年ぶりの桜を見た三つパパのはしゃぎぶりと、もう盛りだくさん、最後までお見逃しなく。それでは行きましょう、二人パパの親子で過ごす桜デートとストックホルム地下鉄の秘密。ホテルで迎える初めての朝、長い移動の一日だった昨日の疲れはふかふかのベッドですっかり癒され、まずは腹ごしらえ。リカパパと息子くんの大好物、ホテルフルコストへ。あ、ジンジャーショット最近流行りだね。あ、すごい美味しそう。フルクトもいっぱいだね。そしてスモークサーモンのお隣には、そしてなぜかのガリガリ。他にもスウェーデンではおなじみミートボールやカリカリベーコン、さまざまな種類のハムにヨーグルト、スウェーデン風パンカーカもありました。これはミツパッパのプレートですが、息子くんはというと、パンカーカとスイカ、ずっとこのコンビネーションがメインでした。そして今日何しようって話になって、ね、今日髪の毛切りに行く？やりたい髪型ある？ここ OK。ということで今日は後でホテルに隣接するモールの中のバーバーへ行くことに。なんでうちの子散髪はいつも旅の途中になるんだろう。朝食を終え一度部屋に戻ると、リカパパは着替えて仕事へ行く準備。そして今回の旅の目的、ハッカソンへ。 OK、 クローン。行ってらっしゃい。行ってきます。頑張ってね。頑張ります。息子くんはというと、リカパパがこっそり買っておいてくれたスターウォーズのレゴを始めています。というのも、ミツパパもお仕事がありリモートの打ち合わせがあったのです。日本との打ち合わせだと時差の関係で朝一になることが多いんですよね。途中息子くんが割り込んできても待ってていただいてありがたかったです。オッケー、じゃあインストラクション一緒に見てやろうか。オッケー、じゃあもうこれ今終わるね。そして息子くんお待ちかねの親子でレゴタイム。せっかくの旅行でもありますが、丸一日外出だと息子くんも疲れてしまうので、午前中はホテルでまったり過ごすことが多かったです。それでも料理も掃除も洗濯もなし、いつもより親子でゆっくり過ごせるホテルライフ、気分も変わって良かったです。そして隣接するショッピングモールの開店時間に合わせホテルを出ます。本当に髪の毛切る？ここか、もう一個のさっきのお店もあるよ。あ、待って、してます。そうね、確かに難しいね。どっちがいいかな。じゃあもう一回もう一個の店見て決めようか。この中だけでも7、8軒あるヘアサロン、どこにするか迷ったのですが、今回決めたのがこちらのバーバーショップ。その決め手になったのにはある理由があったのです。息子くんと一緒に決めたバーバーショップ、なぜここにしたかというと、よかったね、車があるところだったね。ちょっともうちっちゃそうだけど、君にはビルディアラダンスかコットホヘラネインテヘルトホーレイエメバビルディアラセイエツマイムカンベレッタシェレブマヒン
Yemen. Your machine. Et la côte? Yo, det är ganska kort på baksidan och ja. Och här på baksidan. と自分でも希望を言えるようになった息子くん。去年アメリカでカットした時はちょっと大変でしたが、今回は無事辛い顔を見せずにカットが進んでいったようです。そしてあっという間に完成。やってすね。で、OK。やってすね。いやな。頑張ったご褒美にアメちゃんもらいましたよ。おいはそうすね。こっち自分で見たい。どどーん。キャンディーもらったね。チーズ。ペルボカシ。そうすね。こや。そしてバーバーを後にした2人。ああ、そこ見て。うん？何がある？桜。桜。そうだね。上。でもあれはちょっと嘘の桜だね。ということで今日はストックホルム観光。嘘の桜じゃない本当の桜が咲いているらしいんです。早速駅に向かうのですが、その途中の道の公園に寄り道。何？トラッパ？本当だね。ちっちゃい階段だね。これ撮りたかったの？綺麗だね。なかなかこうやって前に進まないんですが、忙しく通り過ぎてしまいがちなミツパッパ。綺麗な花を見つけることのできる息子くんが羨ましくもあり、この子のその心を失わないように接してあげられるかなと改めて思い返す散歩道なのでした。そしていよいよ次はストックホルム地下鉄の秘密に迫ります。桜を見に行くために地下鉄の駅にやってきた息子くんとミツパッパ。前回の動画でも少しお伝えした通り、ストックホルムの地下鉄駅は全て違うデザインがされていて、まるで美術館のよう。2人が移動中にその一部をご紹介しますので、あなたのお好みの駅をコメント欄で教えてくださいね。今回僕らがよく利用したのが赤、青、緑の色で分けられた3路線のうち、ブローリニエと呼ばれる1970年代に開通した比較的新しい青い路線。地下を掘った際の壁をそのまま生かした洞窟のような雰囲気が特徴ですが、その象徴ともいえるのがこちら、中央駅に接続するテーセントラーレンという駅。最も乗降客が多いこの駅は、日頃の忙しさを忘れ癒されるようにと落ち着いた青を基調とし、スウェーデンの雪を思わせる白が使われています。そしてお次はこちら、僕らが滞在していたホテルの最寄り駅、ソルナセントルーム駅の壁は赤と緑のビビッドなコントラストで表現されていますが、赤は70年代に顕在化した環境破壊や過疎化などの社会問題を、緑はスウェーデンの自然を表現。50年経った今でもその意味を毎日訴えかけていると言えるのかもしれません。そして息子くんが行きたかった駅、こちらは赤い路線の駅でスタディオン。1912年、日本人が初めて五輪競技に参加したストックホルム大会が開催されたオリンピックスタジアムの最寄り駅。芸術家のハレック氏とパッラープ氏の共作ですが、当時はまだこれが LGBTQ プライドのシンボルとして愛されるようになるとは思っても見なかったことでしょう。息子くん、大喜びでした。今回たまたま立ち寄った駅を紹介するだけになってしまいましたが、駅巡りをするだけでも丸一日楽しめそうなストックホルム地下鉄。これでまたスウェーデン来たくなったでしょう。そして突然ですが、久しぶりにここで問題。地下鉄駅で息子くんが喜んだあるものについて。この日の帰り、ソルナセントルーム駅についてエレベーターを利用しようとしたのですが、一見すると普通のこのエレベーター、ただ息子くんはこのタイプのエレベーターを見て大興奮。
首都圏の鉄道事業者では昨年初めて1箇所導入されたようなのですが、ストックホルムの駅ではよく見かけたのです。さて、息子くんが喜んだその違いとは一体何でしょう。プレミア公開でご覧の方はライブチャットに答えを書いてくださいね。どっち？どっち？こっち？グリッテンだよ。本当だね。2人が到着したのはクングストレートゴーデン駅、王立公園と訳されるそうです。わお。ここにはストックホルム王宮の遺跡の一部も展示され、王立公園にふさわしい銅像や絵画などが現代的な雰囲気で並べられています。そして地上に出て王立公園へと向かいます。桜が満開になっている噂は聞いていたのですが、知らずにまだ残っているか、ドキドキしながら向かいます。あっち行ってみよう。あ、ちょっとだけちょっとだけあれ桜残ってるかな。もうだいぶ散りかけだけど。あ、何見つけた急に。こちらはモリンの噴水。いや、君がそんな噴水好きだったとは知らなかったよ。そうね、中入っちゃダメよ。綺麗な噴水だね。スワンもいるね。おいおいおい、あー、桜の花びらすごい綺麗。そして桜の花びらが舞い散る地面を見て期待が高まりましたが、あー、だいぶ散っちゃったけど、なんかそれでももう懐かしいって感じする。あるでしょ。あるね。でもその時はさ、桜咲いてなかった。以前住んでいたロンドンには桜が咲く公園がたくさんあったので、桜を見るのは7年ぶり。というのも今住んでいるルレオでは北すぎて咲かないのか、見たことがないのです。散り際ではありましたが、それでも7年ぶりの桜に郷愁を誘われるミツパッパ。あそこの桜の下歩こっか。わあ、すごい。あ、ギリギリだったな。うわー、すごい。あ、近くに来ると結構ちゃんと咲いてる。見て、すごい桜。すごい綺麗だね。届きそう？見て見て、ビエン。うん。あそこから行って、あそこから行って。わあ、綺麗だね。本当に綺麗。あそこ見て。何？わあ、すごい。花びらいっぱいだね。うわー、すごい綺麗。桜いっぱい落ちてる海の中と、ゆっくり眺めていたかったのですが、おお、冷たい風が、おい、でバッタゴミ、何？重たい、落ちる落ちる。あ、落ちた落ちた落ちた。もう一回。いや、もう一回やらないよ。何？僕はすごくお腹空いてる。だから僕お腹痛い。あ、本当？お腹空いててお腹痛い。ということで、この桜を眺めながら食事のできるこちらのバーガー屋さんにやってきました。
この日気温はそんなに高くなかったのですが、太陽に当たっていると暖かく感じます。そしてまずはドリンク。そんなにいっぱい？いいよ全部。おい、ミツパパのやつとちょっと似てるね。じゃあキラー乾杯しよう。乾杯。これ取っちゃダメなの？このまま乾杯すんの？乾杯。Yes. うまい。どうですか？スプライトの味は、あ、セブンアップの味はどうですか？なんだそれ、美味しいのね。君のご飯来るかな？はいはい。This for you? Yeah. Today? This for you? Yes. Tax. Bon appetit. Yo, tax it, Mika. Smoke limited. Yo. Chicken nugget upon mess. Okay, juice. Yo, they are Dean favorite. Delicious. Coleslaw is also on. How? Delicious? Is it good? Really? Good. Chicken nugget. The taste is good.美味しいのね。よかった。ミツパパもちょっと本命からいただこう。うん、美味しい。うん、このコールスロー美味しい。うん、すごい美味しそう。とっても美味しい。これ何かわかる？何ですか？これはエレズ、エレズスライス。このスライス炎の剣。うん。見て見て。桜の花びらがついた。でも桜の花びらは食べないですけど、パパは。雪のない世界に桜吹雪。息子くんとの美味しいランチ。最高の休日となりました。そしてその後やってきたのはこちら。あるよ。ということでやってきたのは北欧第1号店のユニクロ。ユニクロは今年開催された北京冬季五輪のスウェーデン選手団公式ウェアを制作したということで、こちらでも認知度は高めのよう。この日は平日昼間ということもあり買い物しやすかったのですが、週末ね、来た時は激混みでした。サイズやスタイルなど日本人の僕にも合わせやすく、お手頃価格のものが多かった感じ。キッズフロアには遊ぶエリアもあり、割とゆっくりお買い物できましたよ。もうちょっとだね。上手、うまくできたね。今わかった、できたね。見て見て、上に折り紙ある。かわいいね。このズボン、プルバしよう。そうだね、いい感じ。おかげでずいぶん買い込んでしまいました。そしてお店を出て息子くんがダッシュしているその理由、それはお待ちかねのこの時間。アイス。これレインボーのミックラスなのね。メロワイ。あれソルベット。インテリクティッドグラス。あれ OK。 あれソルベット。まだ青くそ。でもちょっと、もうちょっと氷みたいだよ。サルベット。氷？氷大？オッケー。じゃあバテンメロンソルベット、ウォーターメロンソルベット。でもオーダー直前、気が変わった息子くん。レバーサイ。オッケー。このカップに入ってるやつがいいってこと？これ美味しい？うん。すごい。寒そうだけど。花より団子ならぬ花よりアイスの親子なのでした。そしてそろそろ夕方、ホテルへと戻るのですが、途中でも楽しいものがいっぱい。息子くんもはしゃいでいます。おお、怖い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 。そして地下鉄に乗り、ソルナセントルームに帰ってきました。あ、そうそう、クイズの答え発表しなきゃ。
ということで正解です。一見普通のエレベーターですが、息子くんが喜んだ理由とは一体何だったのでしょうか。さあ乗ってみよう。緑のボタンを押して上に行くね。ちょっと怖い。うん、僕もこれ。おお。これはドルジャンプ早いね。本当だね。ドルトラッパンより早いね。隣にいるトラッパンがあるけど。わーお、レアキュー。ケーブルカーみたいなね。どうだった？本当？すごい楽しかった？ということで正解は斜めに進むエレベーターでした。ストックホルム滞在中、急いでいる時も息子くんはこの車高エレベーターに乗りたがるのでちょっと大変だったんですが、別の日にリカパッパといた時はこのエレベーターを見せたくって仕方なかったみたいです。さあ行こう、帰ろう。リカパッパ今日1日目どうでした？あ、楽しかった。すごい面白かった。本当？うん、いっぱいハッキングしてきた。ハッキングしました。いや、まだまだハッキングはしてない。なんかちょっと今日はインスピレーションレクチャーとかいろんな情報。はいはいはい、なるほどね。でもすごいイベントって感じ。あ、本当楽しそうだね。うん、よかったね。すごい綺麗なところで、あのカッセルだよ。あ、お城。うん、お城。あ、じゃあ一回行きたいね。そうね、うん、行っていいよ。え、切っていいよって。あ、もう切った。なんかオーガナイズね。本当？うん、じゃあぜひ一回息子くんと、うん、ホロイ違う、鎧？鎧、そうそう、鎧。ああ、アーマー、鎧とかアーマー、アーマー、うん、そう、じゃあちょっとそれ行ってちょっと遊びに行こう。うん、うん、じゃああと今日はもう夜ご飯食べてゆっくりする感じかな。そうですね、特に今日は予定ないから。うん、何も。ああ、8時から8時半から見てね。あなた、うん、あ、ほんと。チームミーティング。じゃあその前ご飯行った方がいい。その後、その前ご飯。OK。今何？あ、6時半。じゃあ今日はストックホルム2日目でした。いっぱい買い物したね。バレた。ユニクロでいっぱい買っちゃった。うん、ユニクロないからさ、ルレオに。そうね。お疲れ。うん、ヘドー。あ、ヘドー。息子くんはテレビ見てます、 iPad で。さーて、来週の二人パパはリカです。ユニクロで爆買いしちゃった三つパパですが、まあプラダで爆買いしたわけではないのでよしとしましょう。でも本当は僕も2人と一緒にストックホルム巡りしたかったです。でも週末に一緒の時は息子くんが斜めのエレベーター教えてくれて嬉しかったです。さて次回の2人パパは、2人パパの青春ナイト、息子と気まぐれプリンセス、すべての恋はシャボン玉の3本です。次回もまた見てくださいね。Sten, sax, påse. Vad blir det? Hehehe. I love you.